ちなみにこの船では、これ一生言えない。ちなみにこの船では美少女無罪が適用されますけど。任せて魔法で若返り。何ですかそれ。ちょっと携帯携帯携帯。なんていう曲だったっけ。美少女無罪パイレーツってやつ。TikTok でめっちゃ流れてくる。キュートは正義美少女無罪、君の一番目指してよ空、本当は自信ないけど頑張っちゃう。キュッキュッキュルンキュッキュッキュルンルン、恋する気持ち17歳てっぺんになっちゃうわ大人の時間。ドキドキしてるまだ早い。めっちゃ頭の中で流れる。癖になる。こうしてこれをこうこう、あ、でも持ってきたい。あ、オッケー、オッケー、オッケー。でで、キュンキュンキュルンキュンキュンキュルン、ずっと頭の中に流れてる。恋する気持ち17歳てっぺんになっちゃうわ大人の時間。ドキドキしてるしゅ。キャンパー動画が流れてくる。そうなん。もうちょっと大きい巾着を用意すればよかった。ちょっと取りに行ってくるね。不思議だよ。あとなんかじゃはしゃげないわ近頃はね。だからなじまにしてほしい気分思考。頭の中へ流れる。あ、みんな TikTok 見てくれました？見た。嬉しい。あ、今日誕生日でした。おめでとう。おめでとう、おめでとう。踊ってみちゃいました、私。まだ見てないよーっていう人はぜひ。今日の服と持ってる。これも持っていきたい。これも持ってく。オッケー。先進的な空。本当は自信ないけど頑張っちゃう。早速のコーデあざした。私ね、もしかしたら上が上半身がナチュラルで下半身がウェーブかもしれん。骨格の話ね、これ。なんかさ、友達にさ、私足短いんだよねって話したらさ、え？腰どこなんって言われて、股関節って言って、股関節ここって言ったら足短いって言われたから。お姉ちゃんにも足短いって言われてるんですけど、私ワンちゃんウェーブかもしれん。え、一番最悪じゃない？ミックスなんだと思う。私もね、なんかね、そうなんじゃないかなって思ってたんです。胴が長いの。
マジでマジで私ミニチュアダックスフンドの体型なんですけど本当に、あらバラありがとうございます。マジでずっと思ってたの、私胴長いなってどんな話って思うよね。本当にそう思ってたの、胴長くってうーって思ってたんだけど、やっぱその可能性高いですマジ。一番最悪じゃん、だって肩幅ガンダムで胴長くって足短くってで、ウェーブって下半身太りやすいんですよ。最悪最悪じゃん、最悪じゃん、一番最悪だ、負け組だ、クソ、つらいよー、やだー、キュキュキュルンキュキュキュルンルン。足が長いとは思ったことないけど、短い短足だと思ったことはないです。あーなんかすごいありがとうありがとう。大丈夫、可愛いから。そういう問題、ありがとうありがとう、一応ありがとうってとこね、ありがとうありがとう。キュートはセーキビシャジャマサイ、君の一番目指してよ、さら本当は自信ないけど。ウェーブって骨格初めて聞いた。ウェーブは上半身キャシャ、下半身がこうなんだろう、太りやすいっていうか体型なんですよ。骨格ナチュラルは骨骨しいというか筋肉質みたいな感じで、あマジで私ミックスだわ、そう考えると。でウェーブは胴が長いんですよ。でストレートってのもあって、ストレートはなんだろう、くびれとかができにくい、腰位置が高い。私腰の位置低い、なんか自分で言ってて悲しくなってきた。こんばんは、ちょっとちょピエン、ピエン、よし、まあなんとなく準備できたからオッケー。グラビアとかしなきゃ大丈夫、大丈夫、することないすることないから何もフォローできん。でも男性もあるんですよ、一応骨格診断っていうか、ナチュラルとかウェーブとかストレートとか。私男性のやつは分かんないけど、女性のやつはなんとなく。てかさ、アロマディフューザーこぼしてさ、マジ部屋臭い。フローラルな香り、なんかね、カーペットじゃない、いい匂いじゃないんだ、いい匂いじゃないよ。アロマディフューザーってさ、その木とかそういうなんか刺さってる棒を伝ってこう匂いをさふわって香らせるのにさ、こぼしてんだよ、すんげえ臭いマジで最悪だよ。テレビ台にこぼしました最悪、もう今鼻バグってる。
強すぎるのか。そう、あのあれだよ、アンモニアと一緒一緒にしてほしくないんですけど、アンモニアってさ、こう手でさ、こうやって嗅ぐじゃないですか。それと一緒よ、棒でこう香ってるのと。直接香っちゃいけないっていう感じわかりやすいでしょ男性でもわかりやすい例え。だってわかんないでしょ、さすが理科得意でしょ。はあ、何歌おうかな今日は。でもアイドルソング歌おうかなって思ってる。やっぱね、今日ね、ななこさんのあの生誕祭でシャーベットピンクやったんですよ来春さんと、ななこさんと、そう、ななこさんがやりたいことで3人でね、あのやりたいということでやったんですね。来春さんすごかったですよね。来春さんすごかった。普通にさ、メンバー並みに踊れてたよねすごいって思ったもんね。マジあれ見れた人レアですよ、マジで本当によし、うん、トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルルン、恋する気持ち17歳てっぺんになっちゃう大人の時間。え、でもさ、久々に踊ったの。なんかね、現場入って、で、ちょっと確認で、なんかいろいろ教えてって言われて、3人でやってたんですよ。でもなんか、久々に踊ったから、自分も、あれってなんか教えてる途中で、あれ次なんだっけってなった。いつぶりしゃべピーなんて、ツアー以来とか、それぐらいぶりじゃない？ワンちゃん、え、もう覚えてないもん、ツアー以外やった記憶。それぐらいぶりにしゃべぴー踊りました。ということでしゃべぴー歌を今日はやったからね。中年でやってたっけ、もう覚えてないね。あ、まだ意外と覚えてる、イントロなぜ季節は気づかない、デートつのりぬが完成し
止まったね。くさ。くそ。え、映ってる？今は映ってます？あれ、あれ、あれ、これどうやって開くっけ？あ、今、え、映ってない？あ、お帰りよかった。こっちに変えよう。ちょっと待ってね。お、いいねいいね。携帯 66% ぐらいしかないけど。もうなんでやねん。ただいま。携帯でやろう。何がいいかな。みんな何がいい？何がいいっていうほど私曲わかんないけど。ただいま。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥル。空き缶パンク、空き缶パンク、どっち？いいよ空き缶。でもこれもめっちゃ久々なんだけど、大丈夫かな。なんだっけ、サーブアーンだ。新曲歌います。新曲で結構難しくない？空き缶パンクいきます。パンクどっち？もうちっちゃ。スタートオン。アメリカン。やばい、歌えるかな。夢も希望もいらね、ぬるい言葉はくだらね。過去なんか言っても未来教えねえだろう。何が正しいかなんて不思議顔で言うなよ。大人たちは神かい、自分の胸に聞いてみろ。唾を吐
キスてるみたい、いつも睨んできた、反抗的だと殴られたって、生き方は変えられねえ。空き缶を蹴飛ばすように、触れるもの当たり散らして、傷ついても傷つけても、迷惑なパンクを歌うぜ。合ってる？嘘を見逃せばいいんだ、優しくなれと言うけれど、あんたは正直かい、作り笑いのふぬけやろ。金で手に入るものなんか何も欲しくねえよ。やりたいことだけやりたいだけだ、俺に値札をつけるな。時間を潰してやる、魂が入ってないなら、空っぽで生きるよりも面倒なパンクでいいんじゃね。言わない上手に機嫌取りながら、飼いならされたりしないよ。綺麗事なんか許さないよ、泥水飲んで暴れよう、くたばれ。これもさ、一年ぶりぐらい、やばっ。歌えるのが奇跡なんだけど。なちっぽけな人生、何をかっこつけてる。もうだいぶでも意味なんかね、偉そうなやつの演説なんか聞くもんか。パンクロー空き缶を蹴飛ばすように、触れるもの当たり散らして、傷ついても傷つけても、迷惑なパンクを歌うぜ。空き缶を潰してやる、魂が入ってないなら、空っぽで生きるよりも面倒なパンクでいいんじゃね。夏い懐かしい。すごい、なんか音符が意外と覚えてるもんですね。覚えてないもの多そうだけどね歌えないものの方が多いんだけど。久しぶりに聞けてよかった。こちらこそありがとうございます。入ってないものもあるからね、カラオケ機能に。ちょっと見てみよう。ふうふうふう。わあ。なんか懐かしい
その汗、その汗って入ってないんじゃなかった？うん、入ってないんだよ。その汗は嘘をつかないって入ってないんですよ。ワルキー？ワルキーいける？ワルキーいけるか？私覚えてないぞ。じゃあワルキーの次にこの涙いくね。よ、いけるかな。自分で持てる人なんで。今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞って、ハートをつってみた。甘いため息してるわ。情は見とき美しいだね。これを持って男らしいマッチョがタイプよ。でも本当はそんなことないけど、じっと見つめを立ててあげなきゃ何にも釣れないわ。
この涙ね。この涙を君に捧ぐよ。歌ってくれて嬉しかったって、こちらこそ。そしてちょっとね、歌ってみたい楽曲があるんですけど、あるかな、あるよ多分。歌えるかな。でもこれめっちゃ久々に歌う、
めっちゃ久々に歌うんですけど自信ない自信ないけど歌っちゃう。いける？懐くない？めっちゃ懐かしくない？すごい、うん、僕らあたりじゃ噂なんだってね、いい女よりあんたの気遣い、どこの街だって同じじゃないか、男たちの妄想だろう、ここにはないとわかってるだろう、ここにはないとわかってるだろう、ここにはないとわかってるだろう、ゆっくり My dream、 愛想を尽かして流れてきたんだろう、男運のない私にね、どんな人生もあんたの祭りさ、捨てられないプライドがある、さあ、なんだっけ、ミラーボール、ありがとうございます。私が気分でやってるだけなのに。パチパチパチ。本当は自信ないけど頑張っちゃう。パチパチパチ。ありがとうございます。
これをね、はっ歌ってみようって思った。この曲カラオケ入ってるんだ。埃の丘は入ってるんですよ。そう、確か確か他の公演ってあんま入ってないですよね。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルルさあ気持ち中うなまさい。なるほど、そうなの。目指してやさら本当は自信ないけど変わっちゃう。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルル。こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんでさ、iPad ダメなんだよ。見にくいよ。お、今動いたよ。でもさ、絶対また止まるよね。絶対また止まるじゃん。いや、ね、また止まるよね、絶対ね。また止まるからな。パチ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 。なんの時差かな、時差。なんだ、ラグ？ラグ？ラグダメ？と、ありがとう。長野着いたけど涼しい。明日の服装どうしよう。涼しいのか、何着てこう。にわか雨気をつけて。え、そうなの。雨降る可能性あるんですよね。晴れてほしいよ、晴れて。ちょっと明日の天気、明日の天気どうやって調べるのこれ。天気これ入ってないの。入ってなさそうだな、天気。明日の天気はずっと雷マークついてる。マジで、うん、き、あ、東京の天気が出ちゃう。違うのよ。ああ、ちょっとどうすればいい。てかさ、暑すぎない？午後は雨降る確率大。最悪じゃないか、最悪じゃないか。ながのし長野市のどこって言われても分かる。長野市、あそこはどこですか。城山動物園って、これから折りたたみ傘買いに行ってきます。持って行ってないの？長野市で出ないの？なんで？え？長野市のどこですか？城山動物園って。市内じゃない。なんかね、長野市なんちゃらってあるんですよ。なんていうの、地区市内なんだけど、
誰か分かる方いらっしゃいません？城山動物園の住所か、上松って読む？ありがとう、教えてくれて。あった、最高気温35度、最低気温25度。うわ、雨降る確率高いね。雨降ったらさ、なんか寒いか蒸し暑いかなんですよね。うわ、むずましい。どういう服装で行けばいいかな。むずいよ。むずいよ。誰か、あれですね、世界は青空まで、世界はどこまで青空なのかって言ってくれたね。じゃあ、それ歌うね。明るめの曇りでお願いします。どんな曇りよ、明るめの曇りって。世界青、あ、違う。でも携帯だとやりにくいのよ、これ。あれ入れてない。めっちゃこれ揺れるよね。ちょっとさ、ほんと iPad さ、めっちゃ蒸し暑くなるかと。歌おう。明日祈って。あ、世界はどこまで青空なんだろう。あ、ここから地平の彼方に目を細めた。あ、どこかで誰かが泣いてはいないか。ああ、日差しがどこまま続けばいいけれど、会えていてほしい、澄み切ってほしい。悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空を僕は信じる。ああ、突然予期せぬ嵐が来たって。ああ、あなたは絶望をなんかしてはいけない。にやけててほしい。この空は立ち直ってゆく。太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光輝く。おお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 、遠くまで愛を伝えよう。
しい、泣かないでほしい、幸せになってほしいんだ。嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望だ。それで今日巻きが流れるっていう流れがすごいなんか懐かしくない？てて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 てとだからじゃあだからものにすごいめっちゃ音符投げるじゃんみんな、なんで？ありがとう。まだいけるので来月からステージ上がってもらえますか？上がらないっす上がらないっす、上がらないです。上がらないです。ずっと頭の中でこいつ流れてる私。全部歌えないくせに。この曲難しいんよ。君たち君シャシャの際、君の一番目指して夜空。シャベピ踊ってる姿が間近で見られて感動でした。だって実はさ、踊ってたらさ、なんか足がさククみたいな、なんか急にさ一瞬痛くなって、左足、あ全然今大丈夫なんですけど、あの衰えを感じました本当にマジでいやーびっくりしたね。ねえ、こんなやってさ、こんなやってさ、足バタバタしてさ、もつったらさ、リリーコレで踊るのに。やっぱさ、リリコレとなんか系統が違うじゃないですか。あの卒業した後も踊ってるけど、踊ることとかはやめてないし、 TikTok でもこうダンスとか歌とか上げていけたらいいなと思ってるんですけど、やっぱアイドルダンスって、日本のね、日本のアイドルダンスってやっぱ違うから、舞台とかで踊ってるものと。マジで。びっくり。7億当たらなかったので、今日申し込みした白豚が当たりますように。あ、そうですね。あの白豚貴族の、あの抽選販売今始まってるので。無事600円の男になりました
私いくら分買ったとか言ったっけ。怪我しないようにだけ、うん、気をつけてね。ありがとう。全然大丈夫。マジで奮発してとしか、奮発してとしか言ってないか。なんかね、奮発して買ったんですけど、まあ一番低い一番下のショーと、その次って3000円でしたっけ。3000円で当たったんですよ。やったが当たりました。すごいよね。すごいでしょ。たまたまそう簡単に当たらないっていうね。3000円おめでとう。ありがとう。ただきっと元は取れてない。そう、元は取れてないし、元は取れないもんですよ。元取れません。元取れないっすよ。だは自信ないけど頑張っちゃう。キュキュキュルンキュキュキュルンルン。取れないようにできてるからね。ドキドキしてる。だんだん良くなっていくと願って。そうね、確かに年末ジャンボを買った時よりかは一つ上の賞は当たりました、今回ね。なのでまあいいんじゃないでしょうか。1万ナス当たりましたがマイナスです。すごいじゃん。1万ナス当たるのすごいよ。でもそれでマイナスってことは結構買ったってことになるけど大丈夫そう。次は1万ナスかな。当たってほしい。ハロウィンジャンボですね。いや、さすがにね、そこまで買わないっす。そこまで買わないっす。結構買いました。あら、いいんですか？大丈夫なんですか？ずっとイヤホンつけたよね。終わり。でもこの曲入ってるかちょっと見ていい？なんだっけ？美少女無罪。確か、あれ？あ、携帯開けないんじゃん。ちょっと待って。少女無罪。あ、入ってないですね。お、あー、ないですね、やっぱり。あ、はーいってやつは入ってるんだ。優しくねーね。カラオケ楽しかったです。ありがとう。嬉しい。気まぐれカラオケに付き合ってくれてありがとう。なんかめっちゃさ、音符とかありがとうございました。リナオさんとタッチンさんとかカズさんとかかな。鈴江さんありがとうございます。昨日のアフタートーク仕事で行けなかったけど良かったみたいで。昨日ってアフタートークだったっけ。
昨日、私昨日何してた。もうなんか自分がさ何してたか分かんない昨日友達とじゃなかったっけ。昨日友達とか、うん、いや友達は一昨日、昨日は一人で買い物してたもうやばいね分からん。あマジ明日の服どうしよう。覚えてるやないか、あの家計簿見てあそうだそうだって思って、何がいいかな明速乾性のやつ。確かに確かにね。速乾性がいいですね。でもさボトムスが一番悩むくない？家から動物園のユニフォームで無理無理無理ボトムスが一番悩む、困る。どうしよう。レインブーツ？レインブーツ買い直そうかなって思ってんだよね。どうしよう、洋服悩むな。今は長野市涼しいです。夜ね、夜は涼しかったりしますよね。どうしようかな。私はね携帯を充電したかったのよ。見てこの線がいっぱいあって困るやつ。えい！よし。キュキュキュルンキュキュキュルン。チカナソシカ。17歳、てっぺんになっちゃう大人の時間。ドキドキしてる。涼しいけど、まあ車の車の窓ガラスが曇るくらい湿度高いです。
度はあるね。だってむずむずいね。本当は自信ないけど全身エアリズムで、え、マジエアリズムのズボンないのかな。あのさ、ワンピースあったじゃん、私がよく着てるやつ。あのさ、なんかズボンのタイプはやっぱ良くない。あ、携帯で見ようと思ったら携帯で配信してるんだった。ちょっとさ、 iPad 変えていいですか。ちょっと不便。もう見て、アップル製品すごいね。私のよいしょよいしょ、こっちに変えます。なんて便利なんでしょう。こいつも 50% しかないわ。よいしょ、ネットワークエラー。あ、アップデートしてください。へっ、全然こっちアップデートしてないな。3代目です。ちょっとなんかさ、買い替えようかね。もうちょっとだったら、さすがに目は買えないけど、ザーって言ってるしさ。になっちゃう、大人の時間。なんちゃにエアリズムはない。ボトムスってことかな。感動なんちゃ、速感かも。なんだ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 。おし、よし、ということでちょっとこっち止まれ。どうだ、なあ、私のスタンドいっぱいある。あ、でもこれ Wi-Fi 切った方がいいかな。ちょっとあれだったら Wi-Fi 切るけど、ちょっとまだわかんないけど、いいか。ただいま。ちょっと見てみよう。ユニクロ今セールしてんですよね。ユニクロ、感動パンツってある。どういうこと。速乾性のある、あ、ドライスウェットだって。8月24日まで限定価格。がっつりスウェットですね。あ、なんかすごい、キラ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 、ドライスウェット、ワイドパンツはな、私似合わないんだよな。これなんだろう、分からん。これ私もね、気になってんの、このなんかキラキラキラってなるやつ。キラキラキラ、なさそうよね。
感動パンツ、これふーんで終わっちゃったふーん、何かなイベントもの、なんだろうね、ちょっと見てみる。ちょ、お知らせ、なんかさ、なんちゃらコラボみたいななんかなかったっけ。そう、ポボなんだっけな、あ、これじゃない、え、こっちがポポかけるショールーム CUP キャンペーンがスタートしました。ポポコラボギフトを楽しめるのはもちろん、ポポ 2.0 に無料の新規加入することで 1500G をゲットできるお得なキャンペーンです。っていう感じじゃない？なんだろうね。私もね、分からん。2023ポボギフトって出てる、なんだろうね、それはプレゼントされたもの、それともご自身でギフティングしてるってこと。私もよくわかんない。あー、じゃあもう自分で買ってるってことですね。あら、100なそう。なんかさ、こういうのさ、ポイントなのかさ、わかんないよね。なんかさ、こういうなんかキャンペーンイベントみたいな時ってさ、無料のギフトもさ、いくらみたいなさ出るからさ、こっちあさ、ど、何なんだろう。私って何時から配信してる？9時半ぐらい。私もう1時間半ぐらい配信してる？やーばー、ちょっと寝ようか寝ようかね、寝よう寝よう。明日の決まってないんだよね。はい、ビスカスありがとうございます。明日ね、よろしくお願いします。ということで、ダンジャイムね。13位 JODZI さん、13位 JODZI さん、12位ナチュラルさん、12位ナチュラルさん、11位チェロさん、11位チェロさん、10位カズさん、10位カズさん、9位ディヤマさん、9位ディヤマさん、8位キクマルさん、8位キクマルさん、7位トムネコさん、7位トムネコさん、6位パンダのテオさん、6位パンダのテオさん、5位ユウさん、5位ユウさん、4位ナチュラルさん、間違えましたなんでだろう。4位ナリスタさん、4位ナリスタさん、失礼しました。3位カブさん、3位カブさん、2位タッチンさん、2位タッチンさん、1位リナオさん、1位リナオさん、ありがとうございます。なんでだろう、言い間違えたの、ごめんね、ありがとう。おやすみなさい。明日行くよーって方いらっしゃいます？
お、はーいって言ってくれてありがとうございます。あの一応ね、あの予定で出演するところが出てるので、よかったら。で、あれってさ、配信あんのかな、ツイキャス。去年はツイキャスあったけど、去年だか一昨年だかなんかやってましたよね。なんかもしかしたらあるかもしれないし、あのよかったら城山動物園のツイッターとかフォローして確認してみてください。あるみたい。本当？一部だけある。あ、そうなんだ。そこに私が出るかはちょっと分かんないけど、ということで、ありがとうございました。みんなおやすみ、ありがとう。また会いましょう。ルーム、バイバーイバイバイ、おやすみ。